速稼塾の久保です。今回ね、西村経済担当大臣が、酒類の提供、お酒ですよね、こちらの方と、あとは金融の方の引き締め、この2つに対してですね、もう憲法無視、法律度外視、こんな感じの勝手な恫喝をしていました。さすがに世論に押されて発言を撤回、当然ですよね。こんなの撤回しなかったら何なんだと思いますよね。もう完全に独裁政権になってしまいます。撤回したわけなんですけども、怒りは収まらずに、全国各地の飲食店、そして私の個人的感情が西村経済担当大臣に向かっております。でもこれね、西村経済担当大臣が暴走したのかな、もしくは陰謀かなと思ったんですけど、そうではなくって、全ての省庁が、4省庁ですか、全てって言い過ぎですね、4省庁がもう確認した上で、菅総理も麻生財務大臣 もう納得した上でのこの発表だったらしいですね。で、批判が高まったんで、麻生副総理もそれから菅総理もね、とぼけてますけども、とてつもないことですよ。まさに自民公明党、本当公明党こういう時だんまりですからね、汚い。公明党はとにかく汚い。公明党とにかく汚い。公明党はもうとにかく汚い。ずるすぎる。公明党なくてもいいね。国民の敵、公明党ね、国民の日本国民の敵、それが公明党でございます。公明党は悪党連合と言ってもいいかもしれません。でもね、創価学会の方には本当にね、心苦しいことだと思いますよ。創価学会の方が本当にね、私たちの暮らしのことをおもんぱかってくださってるのに、公明党が邪魔をしていると、ただそれだけに本当にね、尽きると思いますよ。ただ税金を蝕むだけの存在、公明党ね、悪党政党公明党、なくてもいい公明党ね、自民党に寄り添って、自民党の二分をして、自民党の補佐をして、国民からもう本当に、蝕み続ける、そんな政党が公明党でございます。絶対に公明党には投票しません。創価学会の方にはね、本当にね、仲良くしたいと思いますし、私もね、愛情の多くを振り向けているのが創価学会員の方なんですよ。でも本当に切ないです、公明党がこんなことばかりするのは。こういう時こそ公明党が立ち上がって、私たち国民のね、側に立ってね、自民党に対して苦言を呈していただきたいのに、どちらかというと自民党と一緒になって、もう国民にね、もう対立しているという、何なんでしょうかね、義理や人情はないんでしょうか。創価学会の方に申し訳ないと思わないんでしょうか。ウイグルの問題にしてもそうですけどね、本当にね、言うことはひどいですよ。でね、西村経済担当大臣は職務を続けることによって責任を取りたいというふうなことを言ってますけども、だったら何も変わんねえじゃんみたいなね、今回の感染症騒動を解決、これに向けて全力を尽くすことが責任を取ることだと言ってますけども、いやもうね、いいですよ、西村経済担当大臣はいなくて、いればいた方が混乱するんでね、なんかね、こんなめちゃくちゃなことまで言い出すわけじゃないですか。だから今回これでね、自民公明党がまた政権をね、この秋の総選挙で取り続けるってことになると、ここまでめちゃくちゃやっても国民の心は離れないのかと、一部の既得権益者は自民公明党政権を支持するのかと思ったら、多くの一般国民はもうさじを投げるというかね、奴隷化される自分のことをもう諦めると思います。自分の幸せや人生を放棄して、もうこの国は変わんないわということで、もうね、座して死を待つ、そういうふうな道を選ぶようになってしまうと思うんですよ。しかしですね、ここまでめちゃくちゃなことをやったら、あの長期政権たる自民党も、そして多くの不動票を抱える公明党も、見放されるんだってことが分かれば、やっぱり国民の声は政権に届くんだということで、私たちは自民党公明党に対する信頼ではないですよ、この日本という国に対する信頼を失わずに済むと思うんですよ。その瀬戸際だと思います。私たち国民が日本という国を信じ続けていけるのか、それとも自民党公明党に白旗を挙げて、もう日本はあなたたちで好きにしてくださいと、私たちがどんな惨めな目にあっても、養分になっても、もう諦めたというふうな形で根を上げるような、そんな国になってしまうのか、二極化というのはそこから始まります。自民公明党に寄り添って、どんな時でも自民党公明党に投票しますよって方はね、天国ですよ。でも真を貫き、この国を憂う正義の人たちは自民党公明党という侵略者によって駆逐され、やがてはこの国は属国に売り渡されて、私たちははい、一巻の終わりですと、50年先か100年先か分かりませんけども、
東洋の東の方にね、小さな島国がありました。かつてそれは日本と呼ばれてたらしいです。現在日本の名残は FX の為替相場の中で円というもので語り継がれておりますということで、円という概念だけが便宜上残って、日本という国や日本という国民はこの世からもう消えてしまうかもしれませんね。いや本当に大げさじゃなくて、国内のことをこれだけね、動乱で巻き込まれてどうにもできない、自分の国は自分で管理できない、そんな国民に世界は温かいでしょうかね。アメリカも中国も日本を安く見てるからこそ、まあこういうふうな板挟みを共有してるんじゃないかなと思うんですよね。一体私たちはどこへ向かえばいいんでしょうか。西村経済担当大臣、早く辞めてくださいね。事務所の方に電話しましたけど誰も出ません。誰も電話っていう状態ですよ本当にね。お後がよろしいようで、まあ皆さんもご安全にお過ごしください。いってらっしゃい。